もうめんどくせえな、もうそのなんか消耗ボタン押してるけど、マジ邪魔。もう今別にマークって引きたいみたいなの。こうなると思ったんだ。絶対取り返す。よせ。ああ、もうこれ以上無理だ。と思ったんだ。逃げられねえぜ。俺のホークアイからは。セリーのフォルスター。俺が守る。こうなると思ったんだ。させるか。今もうオリーパスが来たと思った流れでもシュートしてた。誰もブレイクいけないからもうそのまま終わり。ズボンとか動かしてんな。それいいの？忘れてるんだ。いいの？物足りなかった分を思いっきり行かせてもらうぜ。よっしゃ、行くぜ。一応俺もオーラだけ出しようか。特に大丈夫。一応オーラだけ出せます。そりゃよかったな。トゥ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 タタタタタンタタンタンタンタタタタタンタタンタタタタタンタタン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 こうなると思ったんだ。マジで何もやらないね。絶対取り返す。マジで何もやることね。リバウンドめっちゃ取るし。俺が守る。こうなると思ったんだ。絶対取り返す。よくせ。もうらい。
もう俺何もやってないんで。ゾウいけそう。遠い道のりだぜマジで。なんか勝てそうな試合もなんかうんなんだなって感じなんだよな。まあソロでやってる宿命ではない。物足りなかった分思いっきり行かせてもらうぜ。俺のイメージをしてる。俺のイメージをしてる。待ってたんだよ。俺のイメージをしてる。俺のイメージをしてる。こうなると思ったんだわ。しかも攻撃力高い。30点いってるやん。スリーポイントなしで。2勝っても10ぐらいしか上がんない。もう時間いるね。はっ、来ないやろ。シュッ。距離感。こうなると思ったんだ。距離感。スパ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 、ありがとうスパスパ決めてくれて、こっちだ。いいね、そう来なくちゃね。よっしゃ、行くぜ。こっちだ。パワー相手にさ、赤しないだけでやりやすいんちゃう？そんなことないかな？よっしゃ、行くぜ。その人たち長い人なんだ、そううまい、そううまい。こっちだ！こっちだ！させるか！こっちだ！あれ？しかも高さ足んない。おい、言われていいだろ、わざわざ高さ足んないって。何で現実を終わりすんだよ。よし！ああ、もうこれ以上無理だ。やって。コートの端でポツンとあの証が、あの証がゴール下でポツンと、そうさせてもらおうか。重すぎるだろ。何もしないんじゃないんだよ。うまいやつに曲がった方がいいだろう。すげえ出会いだ、まったく。
さあここ、ちょっと俺あれか、あ、いいね、おお、おもろい。しかもなんか俺もちょっと頑張んないといけないぞ。そうだよ、頑張ってたんですね。俺ですこの緑間の3を止めるっていうのは結構結構なんていうんだ、役割として大事そう。点差的にも今の俺は誰にも止められない。よくせ、お待たせ。わけうめえな。すぐパスした方がいいんじゃない。多分俺が変にこねくり回せる。ほら、いい。今の俺は誰にも止められない。逃げられねえぜ。この緑の技を止めてんだろうな。俺は誰にも止められない。俺は誰にも止められない。お、あのダッシュの使い方うまっ。落ち着いてんだよね。これだから補給地点みたいなものなの。ここから先は蹂躙するもの。ドリブルが止まったらボールをもらえますよっていう補給地点なんだよ。そのなんかいつもかん、あ、でもあれか、覚醒4かなんかの連絡されてないですか、あれかな。俺は誰にも止められない。めっちゃ普通だ。待ってたんだよ、こう来るの。何それ。こうなると思ったんだわ。今の俺は誰にも止められない。ここから残り俺の全てをかけて。センターもずっとゴール下にいるわけでもいいし、みんなで守ってるから俺は負けねえっすよ。3だよ今の。
早すぎた。俺は誰にも止められない。うわ最悪。ここから残り俺の全てをかけて。そのさ、そうその相手がドリブル来るぞって一歩下がった時に普通に打つんだよね。それ敵からしたらめっちゃ嫌だろうな。あほ、キャリーはずるいぞって言うんだけど、その俺もまだなあんまミスしてないからだけど、そのでかいミスした時にやばいからね。お前背負えるか、あの勝率 87% の鷹を背負えるか。あ、2がびっくりした。3っていうのが見えた。マークは回復した。でも俺こういうの取るからちゃんと別に。コトリンなんてあんまりマークしたことねえな。おはよう。おはよう、ウサン。今ちょうど最強の誰だっけ、最強の鷹尾の味方だわ。最強の清も一緒に。俺は野良なのにずっと一緒。なんでだろうな。強っ。それお前らあれすんの。それ俺ブロックの能力やったの。されまくってる。しょうがねえだろ、偶然なんだから。俺はちゃんと一人で攻めるよな。なんか一緒になるんだよな。あれ、ブロックの期間だから朝5時まで勉強。詰め込みすぎじゃね。詰め込みすぎじゃね。こういうさ、なんかそのそうなんだよ、高尾の生きる
あるんだろうね。今めっちゃ早かったもんな。させるか。しゃ、行くぜ。絶対取り返す。神の硬直からもスタートだし、遠い、もっとか、あれか、あのなんだっけ、指の数で変わるんだっけ、やっとだよ。お、すげえ。さすが二人組。もう息ぴったりや。そんなに桜井ってそんなブロックできるんだっけ。やべえな。何なんだろうね。何なんだろうな、この他のやつらと違う。他のやつらと違うこの強さ。おんぶに抱っこに授乳にご飯ですよ。